はい、こんばんは。毎度おなじみゆうご .tv です。早速本日のお題を読み上げていきたいと思います。今日のお題は、痛みが小さい若い時期にお金の失敗を経験しておくこと。こちらを今から読み上げていきます。若いうちであればお金の失敗も軽くて済みます。100円落とした、財布を落とした、貸したお金を返してもらえない、お金が原因で友人と喧嘩した、安物を買ったばかりにすぐ壊れてしまった、衝動買いをしてしまった、見栄を張ったため必要もないのに買ってしまった、どれもお金に関する失敗ばかりですが、子供の頃はどれも致命的な傷になることはありません。100万円もの単位での失敗ではなく、たかが100円や1000円程度です。大きな金額でも1万円くらいでしょう。同じ失敗でも金額の大きさによって傷の深さが違います。子供の頃は大金を持つ機会がないため、お金の失敗をしても金額的には大きくありません。金銭的には小さな痛みで済ませることができる特別な時期なのです。しかし幼い子供にはたかだか100円の失敗でも大きな失敗と感じます。扱う金額が小さい分、100円でさえも大きなお金で失敗してしまったと思ってしまうのです。これが若い時期だからこそ得られる特別な感性です。子供の頃にはできるだけたくさんのお金の失敗をしておくことです。子供の頃にお金に触る機会がないと、お金の勉強不足のため大人になってから苦しみます。学校では肝心のお金の勉強はしてくれず、ほったらかしです。誰しもお金の勉強が不足しています。お金の勉強不足を解消するために、痛みが小さい子供の時期から小さなお金の失敗をしておく方がいいのです。子供がお金を持つものじゃありません。こういうことを言う親は結局子供にお金の勉強させる機会を奪ってしまっているのです。痛みが小さくて済む子供の時期だからこそ、お金を持たせ失敗をさせて考えさせる機会を持たせて方がいいのです。子供の頃の失敗は許される時期ですから、痛みが小さいうちにトラブルを経験しておく方が使い方が上手になるのです。今日の格言、子供のうちにお金の失敗をたくさん経験しておく。なるほど、確かに学校ではお金の勉強なんて教えてくれないんですよね。小学生の時とか、まあ簿記とか高校上がった時にやるかもしれないが、確かにお金の仕組みっていうのも大人になっても分かんない。なんで1枚するのに5円程度の1万円札が1万円の価値があるのか、誰がどこが吸ってるのか、日銀とは何なんだみたいなね。お金の勉強確かに大切ですね。学校でも経済をちょっと教えてくれればいいのにと大人になってから僕も思いました。はい、ということで今日も勉強になりました。ありがとうございます。